皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回はギレンネボ独立戦争期ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回までに独立戦争を仕掛けて第一次ブリティッシュ作戦としてジャブローに向けてコロニーを落としたんですけども、これがね連邦軍の反撃にあってしまってジャブローの直撃ができなかったということで第二次ブリティッシュ作戦を発動しています。そこで使うコロニーを確保するために進撃を続けているんですが、これの迎撃にレビル艦隊が出てきているのでこれと艦隊決戦を行おうというのが今回のプレイになります。ではそのレビル艦隊と激突する我々のね艦隊見ておきましょう。ジオリジンの中なんかでもドズル艦隊がねレビルと激突していると思うんですけども、この独立戦争期の中でもドズル艦隊がレビル艦隊と交戦するシナリオになっています。まずドズルから見ておきましょう。ドズルはですね、まあ、意外というと失礼かもしれませんが魅力が14あるんですね。この顔立ちで魅力が14、まあ、よっぽど人柄がね、いいのかななんていうふうに思ってしまいます。あとはシャアはやっぱりねモビルスーツに乗った時の射撃、格闘、耐久、このあたりの能力が高くて、あと回避に影響してくる反応も高いですね。そしてドレン、デニム、ジン、スレンダーなんかもいます。まあ、ちょっと意外だったのがですね、3連星ガイア、ウルテガ、マッシュがこの時点でドズルの軍団の中に入ってましたね。確か3連星はキシリアの突撃道具に所属していたんじゃなかったかなと劇中の中では思っているんですけども、一方で J オリジンの中なんかではこの3連星もねルーム戦役中心的な役割を果たしていたと思うので、まあ、特に違和感はないのかなというふうに思います。では早速ルーム戦役始めていきましょう。兄貴、ルームに到着した。作戦指示を頼む。では入っていきましょう。今回投入する軍ですが、ドズルの第2軍団、さらに第3軍団でコーンスコーンのところですね。あとは第11軍団とデラーズ、この時点では大差になっています。まず策略から見ておきましょう。策略ポイント画面の右下213あるので、ちょっと多めに厚めに入れて干渉を狙っていきましょう。ではまず攻撃陣形を採用します。これ、ボーナスとしてはプラスに命中率。マイナスに回避率入ってますね。回避率のマイナスはミノフスキー粒子散布することによって補うとして、攻撃陣形とあと指揮高揚ですね。これ自分の指揮プラス10入りますのでこの2つ使っていきましょう。でドズル中将、コンスコン少将、デラーズ、すべてマニュアル操作でいきます。了解した。作戦を開始する。ジオンは残された戦力を結集し最後の賭けに出る。敗戦を重ねながらもなお圧倒的な戦力を持つ連邦軍にジオンは勝利することができるのだろうか。ジオンの巨人どもをこれ以上進ませるわけにはいかん。全艦発進。この動き、指揮官はレビルだな。相手にとって不足はない。攻撃を開始しろ。策略を実行します。では先ほど設定した策略2つ実行していきます。敵の策略の中身気になりますね。レビルは攻撃陣形、こちらは回避率マイナス入っていて、相手は命中率プラスのボーナス入ってくるので、やっぱりミノフスキー粒子しっかり散布して、しかも濃くして進んだ方が良さそうですね。ではまずマップ確認していきます。ドズル艦隊の突入ポイントはマップの右上になってますね。
一方レビル艦隊の位置はというとですね、ずっと画面を右下に寄せていくとここにいます。相当な数になってますね。これとどこで回敵するかというところはちょっと考えた方が良さそうですが、この辺りで敵を待ち受けるというのが良さそうですね。なのでマップを少し進んだところで敵を待ち受けて迎撃態勢をしっかり敷いてですね、ミノフスキー粒子を散布した状態で待ち受けましょう。では進めていきます。はい、ではほぼ予定していた中域に部隊の配置を完了することができました。まあ、少しポイントとして考えているのがですね、核バズーカを使うザク2の C 型を3機用意しましたので、これでね、敵に大ダメージを与えていこうというふうに思っています。でそれを護衛する形、盾になってもらうという意味でガトルをその前面に出しているので、ガトルで、まあ、1回ね敵の攻撃を受け止めて接近させたところで核バズーカを撃って一気に敵の数を減らしていくという戦法戦術でいきたいと思います。まあ、これにレベル艦隊が乗ってくれるかどうかというのはあるんですけども、うまくすれば短期決戦でここをね突破できるかなというふうに思っています。あとは連邦軍の動きですね、ここにも要注意かなと思いますので、しっかり見極めながら進んでいきましょう。さあでは連邦艦隊、レベル艦隊が到達しましたので、ここから一気に数減らしていきましょう。持っている連邦軍艦隊の配置がマップの上側に集中してきているので、核攻撃を撃った後はですね、敵が少し減っているその隙間を縫ってですね、敵の艦隊の中心部に一気にシャー含めたモビルスーツ隊を展開していきたいと思います。ではまず核攻撃から行っていきましょう。まずは核バズーカー、さらに核バズーカーというところですね。で連邦レベル艦隊の動きに合わせてドズル艦隊の方も少し位置を変えました。これで正面激突できるような体制になりましたね。核バズーカについては引き続き撃っていきます。ここはシャア、まあ、しっかりとね敵の数減らしてもらいましょう。いやシャアも結構危なかったですね、今見た感じね。もう早速一度退かないといけないか。まあ、さすがレベル艦隊というところですかね。まあ、レベルを早めに仕留めるというのが一番いいのかもしれないんですけど、まずレベルがいるところにたどり着くのもね至難の業というところもありますので、まあ、慎重に、かつ大胆に攻略戦進めていきます。3連戦も出します。ジェットストリームアタックをかけるぞ。引き続き核バズーカを撃ちながらですね、突出してくる敵に関してはモビルスーツ隊で迎撃していきます。今だいたい互角五分ぐらいの数まで戻しているので、もうここまで来れば、まあ、味方もある程度損害は出ると思うんですけども、モビルスーツを持たない連邦相手であれば負けるということは、ね、ないかなと思います。このまま進めていきます。ではあらかた敵の前衛部隊撃破しましたので、今度はこちらから仕掛けていきましょう。前進します。一気に敵を追い込んでいきましょう。レベルのところに3連星が取り付いてますので、なんとかねここでレベルを撃破できたら連邦軍の戦力大きくダウンさせることができると思うので、ちょっと撃沈を狙います。レベル将軍を撃破できれば、レベル将軍の敷地むちゃくちゃ高いですからね。撃破して敷地ボーナスを削っておきたいと思います。よし、撃沈。これでレベル将軍が戦場から離脱という状態になります。このまま
押し切っていきましょう。味方にも一部モビルスーツ隊に損害出てますけども、まあ、ここは干渉できるかなと思いますので、このまま押していきます。兄貴、連邦軍機関アナン家の撃破に成功したが、司令官のレビルが脱出してしまったようだ。惜しいことをしたな。だがそう遠くには逃げられんはずだ。全軍に脱出ポッドの捜索を行わせよう。任せたぞ。ジオリジンの中ではね、アナン家が撃沈する直前に脱出ポッドで脱出しようとするレビル将軍を三連星が捉えるっていう描写があったと思うんで、ここがどうなるかっていうのもね、注目しておきたいと思います。史実に近い形で捉えるのか、その描写ですね。一気に蹴りをつける。一撃で仕留め。これで連邦艦隊壊滅させることができていると思います。まあ、味方にも実は損害が出ていてですね、ガイアとかシャアが撃破撃墜されてしまっているんですけども、冒頭でお話している通り、序章に関してはですね、あくまでもチュートリアルに近いステージになってますので、まあ、気にせずにね進めさせていただきました。兄貴、連邦軍は全滅した。だがコロニー落としを行うには戦力を消耗しすぎたようだ。いや、よくやった。この戦いで連邦軍に戦う気力は残されていないはずだ。無理をすることもなかろう。ルームにおける戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。ジオンの新兵器であるモビルスーツは戦力に勝る連邦を圧倒すると同時に、ブリティッシュ作戦の失敗を覆す大戦果をもたらしたのである。総帥、三連星がレビルを捕らえました。まことか。はい、間違いありません。この報告を受け、ギレンザビは勝利を確信、連邦政府との休戦条約締結を決意するのである。父上、再度のコロニー落としは断念しましたが、ルームで予想外の戦果が得られました。報告は聞いて。はい、連邦はレビルが捕虜となったことで戦意を失っております。これを機に休戦条約を申し入れます。うん、これだけの戦果で交渉も有利に進めたな。無論です。我が軍の勝利は確実でしょう。ルームの戦いの後、ジオンは休戦条約の締結に向けて動き始めていた。相次ぐ勝利とレベルを捕獲したことによって連邦政府との交渉が有利に運ぶと判断したためである。我ら優秀なるジオン国国民の前にあっては、数に勝る連邦政府ですら無謀の衆に過ぎないのである。条約交渉を前に行われた演説はジオン国民の士気を高め、人々はこの戦争の勝利を確信していた。しかしこの確信は最悪の事態によって覆される。まさに南極条約の調印がなされようとした時、ジオンの捕虜となっていたレビルが奇跡の生還を果たしたのである。私はこの目でジオンの内情をつぶさに見てきた。我々も苦しいが、ジオンも苦しい。彼らに残された兵はあまりに少ない。交渉の切り札であったレビルの脱出は
その演説以上にジオンの苦しい内情を物語っていた。この皮肉な事態によって、この日の交渉はいくつかの軍事条約の締結のみにとどまり、ジオンと連邦の血で血を洗う戦いは激しさを増していくのである。はい、というところで序章完了できたと思います。次回はいよいよですね、本編といえるシミュレーション戦略部分に入っていきたいと思います。お話ししている通りですね、今回はジオン編でプレイしていきたいと思いますので、次回以降もぜひ皆さんお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思っています。